ネットとかで出てくる広告がよく見てみると面白いということで見ていきたいと思います。まずはこれですね。海藻かと思ったら体毛だった。いや面白いですね。もう完全にね海藻なんですけど、これ海藻じゃなくてね胸毛らしいですね。いやなかなかねちゃんと見てみると面白いですね。もう普段は邪魔くさくてねすぐ飛ばすんですけど、じっくり見てみるとなかなかいいですね。次はこれですね。実況パワフルプロ野球の広告。誰を彼女にしようかな。もうそれギャルゲーの広告やんけ。マー君がね広告してくれてるんですけど、セリフが完全にギャルゲーになってますね。メジャーリーガーなのにこれいいんですかね。次はこちらですね。閲覧注意。21歳の女子高生が毎日アイプチを使っていた結果、取り返しのつかない事態ということで、21歳女子高生ということですね。どんだけ留年してるんやっていう女子高生の記事です。まあそんだけバカならね、アイプチして取り返しのつかない事態になってもねおかしくはないですよ。まずはね高校卒業することを応援します。次はこれですね。安心と信頼のお絵かきソフト。全然安心もできないし信頼もできない。もう顔がね間延びしてる。まあお絵かきソフトなんでこういうこともできるよみたいな宣伝かもしれませんが、これはね安心も信頼もなんもないですよ。女の子の顔が横にね引きちぎられてますね。次はこちらですね。男が妊娠する時代だそうです。いや知りませんでした。僕はもう時代にね乗り遅れてますわ。いやまさかね男がね妊娠する時代が来ているとはね知りませんでしたね。もしもし父さん、俺妊娠したって言ってますね。あそうなんですね。男ももう妊娠する時代。これならね、まあ、僕結婚できないかもしれませんが、子供はねちょっと欲しい願望があるんで、もういい時代になりましたねこれは。次はこれですね。ヨーデブ。むっちゃ失礼な広告ですねこれ。かなり挑発的なクレームの来そうなね広告ですねこれは。まあでもストレートでねいいんじゃないですかこれは。周りくどくなくてねいいと思います。次はこちらですね。おっさんに恋をしたというね広告ですね。漫画ですかね。タイトルがパパがもう一度恋をしたというタイトルで、おっさんがおっさんにね恋をしちゃったというね。ちょっと気になるといえば気になるんですけど、この恋の行方は別にどうでもいいというね漫画ですね。ホモ漫画なのか木をてらったギャグ漫画なのかよくわかりませんが、確かに気になるといえば気になりますね。次はこちらですね。47歳でも赤ちゃん肌に。これは嘘、これは絶対嘘。ピンチの肌を救う美容液アイムピンチ、926円ですね。1000円以内で左のねちょっとシワの寄った女性が右のね赤ちゃん肌になれるそうです。もうこれ1000円以内なんですが、かなり強力なね化学薬品かもしれないですよ。もうシワが一切なくなってますからね、これはおそらく危険なね薬品です。気をつけましょう。次はこちらですね。織田信長ですね。え、わしが猫耳で出れる。もう殺されますよ織田信長に猫耳で出れさせたら。このリアルなビジュアルの信長の猫耳、どこに需要があるのかわかりませんが、ゲームですかね。ぐるぐるダンジョンノブニャガというねゲームです。いやもうマジで殺されますよ。ホトトギス殺す将軍ですからね。次はこれですね。俺のパスワードお前の誕生日にしてもいい。それじゃあパスワードの意味ないじゃんって。パスワード関係の広告ですかね。まあ彼氏彼女が痴話喧嘩みたいなしてるみたいな設定なんでしょうが、話の内容がパスワードというね、これなかなか面白いですね。どうやらこれストーリー仕立てで他にもあるらしくて、お前にそんな単純なパスワードは似合わないよ、ドキ、お前自分のパスワードもっと大切にしろよ、ガッ、強いパスワードにして本当に良かったっていうね、なんでそんな泣いてんのって思うねストーリー展開となっております。まあこのパスワード物語の漫画は面白かったんですが、結局ねどういう広告なのか、パスワードということ以外何もわからなかったというね広告ですね。次はこちらですね。二つのね広告というか画像が絶妙にくっついちゃったというね広告ですね。サンボマスターですかねが下のタイツの広告と重なって、サンボマスターがタイツ履いてるみたいになってる。ゴリゴリの男がタイツにヒール、ミニスカートで内股っていうのがいいですね。もうこれは広告効果バリバリですね。次これですね。ちょっと縦長なんですが、大好きなおじと温泉旅行、酒に酔いその晩、いざ宇宙人街というね急展開というか、まあこれもね2つの広告がくっついちゃったというね広告ですね。もう起承転結の点がね凄すぎるという広告の合体ですね。まあ上の漫画ですかね、おじと温泉旅行に行く漫画も、下の宇宙人狩りするゲームですかね、それもありきたりといえばありきたりなんですが、この2つくっついた先によって宇宙人狩りに行く物語はちょっと見てみたい気がしますね。次はこれですね。好青年の裏の素顔とはというね
この振り切れた変顔もうこれがいいですね。はぁはぁという右上が普段のね高青年の顔なんでしょうがこの城之内くんのね顎みたいな振り切れた変顔がかなり面白いですね、これは。いや、これはね、いいですね。表情がいいですね。ふと見ると笑ってしまうようなね。もう変顔のお手本のような変顔ですね。立ち止まってね、見てみると、何気に面白いネットの広告でした。以上です。